Thank you.
違う種類買ってんけど、どれがいい？いただきます。どれから食べよう。サンドイッチから食べようかな。これかな。美味しそう。美味しい。うん。釣りの口の。やった。うん。最近どうしてたん？仕事行ってる方が楽、うん、みんなに会えるからみたいな、うんね、家におんのがしんどいみたいな、そう逆にそう闇モードになってた時期が、
そういう時は美味しいご飯食べよう。うん、うん、ありがとう。ほんまに今日も誘ってくれてたから嬉しくて、うん、思っても見ない子が、うん、え、この時期病んでたんやとか、うんうん、後から知ったとかも、ね、うん、結構エビチリ、エビチリ、エビチリ美味しかった、うん、あ、今度あそこ行こうや、うん、前行った、あそこさ、ちょっと並んでんけど、下見してきた、うん、めっちゃ美味しかった。幸福度で溢れるから行こう。うん、あと1個食べていい？これ。いいよ。1個と言わず全然食べていい。うん、全部美味しい。これ美味しい。鮭とキュウリと、はい、お腹いっぱいにさせてくれる。こんな美味しいご飯で。サンドイッチ1人何個あった？どうぞどうぞ。いい人がいたら。うん、家に招いて、ね、でも家に呼ぶのも結構ハードル高い、ハードル高いけど、うんうん、よう見極めて読んでいいなって、うん、思えるような人がいたらいいよな。彼氏になってからな。そうやな。でもさ、終電なしなし男みたいなのあるんじゃん。なくなるのをなんか狙ってる。終電俺ないみたいな。タクシーで帰ってください。タクシーあるでって。そうやねんな。どうぞどうぞ。うん、でも卵焼きも一個食べて、うん、美味しかった。エビチリとか食べた？食べた。バーで食べきられへんって。食べたり、どうぞ。でもいいよ、食べて。うん、トマト食べよ。ちょっとみんなで食べたりさ、うん、ね、誰のやつ見てる？オカリナがひたすら食べてるのとか見てる。最近徳井さん見てるよ。あ、徳井さんも居心地が良くて、うんうん、激辛とかも見ちゃおるな。あ、わかる。去年のみんないけるってよ。大好き。鼻水垂らしながら半々食べてる、うん、激辛かやりたいね。激辛かやろ、うん、いや違う。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次回じゃあ私が作るわ、はい。